太平つばめとは、復讐語で、タイピン縁と読む、中国福建省復讐の郷土料理。福建料理のスープワンタンの一種。タイピン,エンとタイピン縁、またはタイピン縁と読み、日本でアレンジされた中華料理の一種。春雨スープにエビ、イカ、豚肉、白菜、タケノコ、キクラゲなどの五目炒めを合わせ、揚げ玉粉を添えたもの。熊本県のご当地グルメ。 麺料理の一種。中国の太平つばめ、タイピンイエンは、中国福建省福州市の郷土料理。アヒルのゆで卵を入れた、スープアンタンのようなものである。アヒルの卵は、福州語で、オーラン、アローンというが、アツランと同音であり、シャレ言葉で、太平大便とも言われる。戦乱が沈まれば、天下太平というわけである。また、福州市には、平田肉。 ツバメという豚肉を叩き潰して、さつまいもでんぷんと一緒に練り込んだ独特の歯ごたえのワンタン用の皮があり、縁とも略される。この二つの素材を組み合わせた料理が太平ツバメであり、縁は縁と同音であることから太平縁として縁起が良い名前となり、結婚式などの縁石料理として作られている。台湾海峡を隔てて復讐出身者が少なくない台湾においても、 宴会料理として出される場合がある。なお、中国語の方言で鳥の卵を、卵と呼ぶのは、浙江省南部、福建省、広東省東部、北部、西部、海岸省などと台湾に限られ、他の地域では、タンと呼ぶため、シャレ言葉にならないばかりか、カモタンには、テストの、零点という意味もあり、めでたいイメージはない。日本の太平ツバメ、タイピエン、または、 タイピン園は、復讐料理の太平つばめを、明治時代に家境が日本に伝えたものと言われる。伝来後は、日本で入手しづらいアヒルの卵の代わりに、鶏の揚げ卵を、平田肉つばめの代わりに春雨を用いたものと考えられる。このアレンジによって、それまでスープ料理であった太平つばめが麺料理に変質した。日本では、長崎県、福岡県、 神奈川県、東京都などの個別の中華料理店と、熊本を拠点にして、日本各地に店舗を持つ味鮮ラーメンのメニューにあるのを、除けば、基本的に、熊本県中部においてしか見られず、ご当地グルメと位置づけされている。熊本市周辺では、中華料理店のメニューの定番として見られ、市の学校給食でも出されるポピュラーな料理である。2008年9月に、日高屋が、 メニューに採用したことで、関東地方の一部地域でも食べられるようになった。このことについては、秘密の県民省でも紹介された。現在は、熊本市のみならず南の宇都市浮きさらには、県北部の南関町などでも小学校、中学校の学校給食に使われている。太平つばめは、ラーメンと同様、スープには醤油、塩、豚骨などの味のバリエーションが存在する。 また揚げ卵ではなくゆで卵やうずらの卵が入っていたりするなど、店舗や家庭によって千差万別である。また、使用される春雨については、中国産の緑豆春雨が中心であるが、じゃがいもでんぷんを主原料とした日本産春雨を使用する場合もある。近年は、比較的低カロリーな春雨を使用し、国野菜を豊富に使うことから、 ヘルシー志向の麺として注目されており、2005年には東洋水産、エースコック、西日本食品工業からカップ麺として発売された。また同年に一部のコンビニでも販売された。さらに2006年に米沢フーズから国内産春雨を使用したカップ、太平つばめが発売されている。具をレトルトパックにした商品もあり、 味ンラーメンもこのような商品を販売している。なお、長崎市内では、新地中華街の鉱山楼中華園などがメニューに載せている。福建省出身の家境は、長崎の幸福寺などの寺院で行われる法事に参加する機会も多く、熊本と長崎の福建系家境は互いに交流があったため、熊本から長崎にも伝わったとされる。元祖は、 中華園と言われているが、海楽園や高蘭亭を発祥とする説もある。この点について、勝谷正彦は著書、イケメンの中で、これらの店が創業されたのが1933年から1934年頃で、家境は横のつながりが強いために、情報交換がなされていた可能性が強く、どこが発祥というのはわからないのではないかと分析している。ありがとうございます。